面図の方に。はい、こんばんは。今日ですね、元カノの眉をちょっと寂しくて呼んじゃいました。それで、まあ、今から焼肉食べながらという感じ で正直復縁するかどうかはちょっと今悩んでます。はい、昨日ですね、昨日と一昨日のアンケート取ったらやっぱ反対が60何パーセント非常に多いんで、まあ、なかなかできないという。はい、で髪型はちょっと今日はデコ出しスタイルでちょっとザイル風にしてますけど、ということで、まあ、あまり出しゃばらないみたいなんで、ハニーハニーハニーちゃんもね、3日ぶりかな。ハニーちゃん戻ってきます。ハニーちゃんで復縁をめるって、まだ復縁してないからね。復縁していいの？アンケしたらやっぱダメが多いから、また復縁かってやっぱ反対意見も多いからできないでしょ、さすがに。反対意見が多いでしょ。だからこの前も家来てたんだよ。でも昔の話するけど、来て仲直りそうだったんだけど、ある女配信者と暴露やったっていうのをいちいち暴露する人がいて、それでまた不信感募って、でまたここから3日ぐらいでまた来てくれたということですね。服をね、仮パクされて、それ今日持ってきたんですよ。はい、こまめちゃんいらっしゃい。だから復縁してないよ。まだ判断誤りだから、今は前には伝えた、リスナーに反対意見も多いから、ちょっと復縁はちょっと、まあお友達でいいんじゃない。お友達でたまにコラボぐらいでいいんじゃないの。どうなの。泣くのじゃないです。一応バカ役エッチはまあしたいけど、お風呂入ってないから。髪型おかしい。仲直り普通の、でなんか不思議なのが、眉が来たらなんか部屋が明るく見えない、明るくなったことない。これ気のせいなのかな。なんかね、心霊現象、霊障を感じる人はなんか眉がいると部屋が明るくなるらしい。俺一人でいると部屋が暗いらしくて、なんか霊から守ってくれるらしい。ハニーかな。気のせいかな。なんか部屋が明るくなるらしいよ。ケピー。ってことで、眉も俺が呼びました。寂しくて。で、快く来てくれたんで。今日は前が好きなね、家焼肉をちょっとしたいなと思っています。で、焼肉食べながら、復縁派とね、復縁反対派がいるわけじゃん。で、まあそういう話し合いしながら、俺はね、もうリスナーさんに反対、半分以上反対されている状況でも復縁はしたくない。応援してくれてる人がいるのも事実なんだけど、
だから今の関係でも別にいいんじゃないって俺は思うよ。うん。あ、クロンちゃん、ありがとうございます。今のこの曖昧な関係、うん。パルとクマちゃんじゃないけど、そういう関係でも別に、その、無理して会わないとかって、それ無理だから、俺も、ね、まあ好きは好きだからね。だから別に普通に会いたい時に会うぐらいの関係でもいいんじゃないのかなと思うけど、マユはとりあえず夜半身が好きにやっていいけど私は出しゃばらないって言ってるんで、今日はほら焼肉でジョジョエンキムチ買ってきました。食べるよそれ。じゃあと260円した本格キムチ、キムチ買ってきました。垂れてればうまそう。いやでもご飯食べたいでしょ。高かった。260円した。宮崎さんで、ナスビは岐阜さんで、でエリンギが四国さんで、このソーセージ鹿児島さんのシャウエッセンこだわってますので、はい、こだわっています。キャベツは？え？キャベツ？キャベツ？キャベツいるかな？キャベツいるよ絶対。どうやって切るの？キャベツは乱切りだよ。乱切り？キャベツない焼肉なんてダメだよ。キャベツがうまいんだよ。ね、いるよね絶対。怒ってないよ。メロマンおでこ見せた。あ、そう。今日イケメン？こういうのかっこいいじゃない、こういう昔のおじさんがちょっとこう垂らすやつ、こういうなぜかすごいこだわりがある。こういうのも いそうじゃない、パチンコ屋に、パチンコ屋とかまあ雀荘にいそうじゃない、こう、うん、一人以上に前髪へのこだわりいるよねこれ。髪型はね、どうでもいいんですけど、やってしようか悩んでる。ちょっとアンケート取ってみていいですか。やっぱり俺もこれで飯食ってるから応援されなくなったら生活できなくなるからね。それはもう前に言った、前にちゃんと言った。やっぱりリスナーさんに支えて今の生活があるから、今まではリスナーの意見をないがしろにして勝手に復元してたんだよ。そうでしょ。だからちゃんとリスナーの意見組んでも反対され続けるのが一生復元できないっていうのはちゃんと言った。キャバやるの？でもし復縁ってなったらもう俺はキャバクラやらせたくない、養いたいです。それもちゃんと言う、俺が養いたい。
高価なものは買えないです。はい。おさり。おさり。ハニーコーナー。久しぶり見るハニーちゃん。あれやる？やりなじゃん。ハニーちゃん。今日は卵を入れたでな。今日豪華な。ハニーちゃんも豪華なんで。あ、ゆるみちゃん。どうも。ハニー見る？久しぶりだよな。何？虫に知らない。お座りは？お座り。お座りは？何？お座り。何？お座り。待て。待て。待て。顔見せな。待て待てよ待て。何？お座り。お座りは？何？お座り。待て待て。待て。いい子でしょう。本当いい子なんだよ。今日ごちそうだから。いやこれしつけね。もういい？よし。長い。が荒いんだよ。卵が食べづらい。やめて。食べづらいんだよな。食べるから。食べるの？すごいんだって本当に。ハニーちゃん。これが俗に言う犬食いね。汚くないぞ。ハニーちゃん、おいしい？ハニーちゃん、おいしい？でも、ペロペロ舐めてね。こぼしたやつ。ペロ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 。
先輩だな。もういいの？クイックルワイパーするよ。いや、多分食べたいんだと思う。これ残ってるよ。何？何？おいしい？何のご飯？普通のドッグフードに、なんか卵のやつ、卵チンしたやつ、なんか卵好きなんだって。うん、卵チンしたやつ、スクランブルエッグみたいな。で、火を通したら、ね、揚げて、生はダメだけど、火通した卵はいいらしい。で、タンパク質だから。赤いのトマト。うん。トマト。トマトも好きらしい。うん。大丈夫？何じゃ。クックルワイパーするよ。それで、一応、これ前いつまでいるかわかんないけど、掃除担当は俺がするってことになったんで、前は料理担当で、片付けは俺担当になりました。やってるわ、うん、片付けしてないよ。一応俺がちゃんとクイックルワイパーでやって。もう一回やってよ、今ベタベタになってるから。でも拭いたよ今。いや、足りないから手前もやってよ。手前美味しそう。いやいや、手前やってよ、ベタベタじゃん。あ、掃除係じゃないの？やってよ。だから復縁してないって言ってんのに。これ冷蔵庫やれるか。クイクイはやっぱしてよ。クイックルワイパー、いや今やって、本当にやって。ベタベタだから。掃除係じゃないの？どこにあるの？クイックルワイパー。何？あれつけな。どこ？